はい、皆さんこんにちは。今回から近代フランス料理のお話を始めたいと思います。フランスでは近代をバスティーユの襲撃から1891年のパリコミューンまでとしていますが、このチャンネルでは近代の終わりを第二次世界大戦までとしてお話ししていきたいと思います。ご了承ください。さて、近代の1回目は王たちの料理長、料理長たちの王と言われるカーレムです。名前は知られていますが、何をしたのかはあまり知られていないような気がします。まずは名前から。日本ではカーレムとかカレームと呼びますが、辞書に書かれている国際音標文字ではカレームと発音するようになっています。私たち日本人に発音しやすいようにカタカナで書くためにカーレムやカレームとしてしまったんだと思います。で、ここでは多くの人が使っているカーレムと呼ぶことにします。フルネームはマリー・アントワンヌ・カーレム。ちょっと不思議な名前だと思いませんか？マリーは一般的には女性の名前、アントワンヌは男性の名前なんですが、どうも私にはマリー・アントワネットを意識した名前なんじゃないかと思えてならないんです。そしてカーレムはカトリックの四旬節と同じ綴りです。私はずっとこれはこの人の本名ではないんじゃないかと考えているんですが、というのはカーレムは10歳の時に実の父親に口減らしのためにパリの街中に捨てられてしまったんです。1780年頃のパリでは生まれた3万人の子供のうち7000人から8000人の子供が捨て子にされたと伝えられています。ひどい時代だったんですね。カーレムが生まれたのは1782年から1784年の間と言われています。誕生日がわからないのは出生を証明する戸籍がないためなんです。で、話をわかりやすくするためにここでは1783年に生まれたことにします。10歳のカーレムがパリの街中に捨てられた1793年頃のパリはバスティーユの襲撃の後、ナポレオン一世が皇帝となるまで何度もクーデターが繰り返された物騒な時代でした。それでも高級繁華街のパレ・ロワイヤル周辺のレストランやカフェは女性を連れた貴族やブジュア、地方議員などで賑わっていました。捨て子となった6年後のカーレムが人生のチャンスをつかむ発端となるバイイーの店はこのパレ・ロワイヤルの裏手にありました。さて、パリの街に置き去りにされたカーレムですが、幸か不幸か居酒屋の主人に拾われ、そこで5年間働きました。ほとんどただ働き同然だったと思いますが、この後小さなパティスリーで1年働いた後、バイイーの店で仕事を与えられました。バイイーの店の最初の仕事はトゥーリエ、小麦粉を練り基本の生地、今でいうタルト生地を作る係でした。パティスリーは現代ではケーキ屋さんの意味ですが、この時代のパティスリーは菓子の他にパテなどの仕出し料理も作っていました。1年後カーレムはプロミエトゥーリエになりフイユタージュを任されます。多分真面目に良い仕事をしたんだと思います。この生地作りを任されるということは技術的に優れているという証なんですから。フイユタージュは皆さんご存知のナポレオンパイやミルフィーユに使うあれです。こうした経験が後の有名なボル・オー・ヴァンを生むことになるのです。ところでフイユタージュ、別名パッド・フイユテを発明したのは17世紀の画家クロード・ル・ローガンと言われています。ローガンは一時期パティスリーで働いていて、その時の失敗がフイユタージュを生んだと伝えられています。失敗から生まれた料理の話は結構多いので、真偽のほどはご自分でご判断ください。そして18歳になったカーレムは親方バイイーの許しを得てフランス国立図書館に通い勉強を始めます。菓子や料理はもちろん科学、そして特に熱心に研究したのが古代の建築物でした。バイイーの口添えで版画室での閲覧も許され、
見てきたものを仕事の後にデッサンしました。これがこの後にカーレムを有名にするピエスモンテを生むことになるのです。そんなカーレムを見出したのがタレーランのメートル・ドテルだったブーシェでした。メートル・ドテルは現在ではレストランの給仕長の意味として使われていますが、昔は貴族の館の食事と共演のプロデューサー的存在でした。もちろん優秀な料理人でなければなりません。何せメニューを考え、食材を調達し、料理の準備をし、食器や装飾、サービスを整え、宴会の音楽や出し物の演出までしたのですから。コンデコーに仕え、非業の死を遂げたバテルもメートル・ドテルでした。そしてここで登場するブーシェもコンデコーの下で料理長として働いていたようなんですが、残念ながらこの人物の肖像も記録も見つけられませんでした。ブーシェに見出されたカーレムはタレーラン邸の共演の仕事をするようになりました。1802年のアビアンの和解成立への祝宴ではバイイからデザートを任されます。バイイの店で3年勤めた後、パティスリーのシェフをしながらタレーラン邸の臨時の仕事もしていました。すでにカーレムのピエスモンテは有名になっていたようで、この店を1年で辞め、カーレムは貴族の館の臨時の仕事に専念しました。この年1802年、前回お話ししたグリモドゥラ・レニエールのアルマナック・デ・グルマンが発行されました。バスティーユの襲撃から多くのクーデターで内政が落ち着かないフランスでしたが、1799年、ナポレオンを中心にしたブリュメール18日のクーデターで統領政府が誕生し、ナポレオンは第一統領になりました。1804年、ナポレオンは御権元老院からフランス皇帝の位を授けられ、ナポレオン一世となり、第一次帝政と呼ばれる時代が始まります。その年の12月、ナポレオンはノートルダム大聖堂で戴冠します。中世から皇帝の戴冠はローマ教皇が王冠を授けるのが習わしだったんですが、ナポレオンはローマ教皇を戴冠式に招いておきながら自ら王冠をかぶったんです。教会による政治への干渉、血筋による世襲を打ち破る自由主義、革命的な精神をヨーロッパに根付かせる意思を示すためだったと伝えられています。ナポレオンが皇帝になったことで新興貴族が生まれ、豪華な共演が復活しました。ナポレオン自身は食には興味がありませんでしたが、美食外交の大切さは理解していたので、その部分は外相のタレーランと2人の妹に任せていました。2人の妹カロリーヌとポリーヌはナポレオンの代わりにエリゼ宮でサロンや共演を開き、人々をもてなしました。タレーランにはバランセ城の購入を指示し、資金援助までして共演外交の舞台を作ったりしました。タレーランのバランス城購入に伴ってカーレムもバランスに移り、タレーラン家に仕えながらナポレオンの妹たちが開くエリゼ宮での共演の料理も手伝いました。有名になり収入も上がったカーレムですが、多くの貴族の館で臨時の仕事に専念します。それはラギスピエールやロベールといった多くの優秀な料理人と交流し、彼らの技術を教わることができるからでした。ちなみにこの頃1808年にグリモドゥラ・レニエールはマニュエル・デ・アンフィトリオンを出版しました。また1810年にはロシア大使クラーキン公爵がフランスにロシア式サービスを紹介したと伝えられています。フランス皇帝になったナポレオンですが、フランスは内外に多くの問題を抱えていました。フランス革命とフランスのイタリア侵攻は王政、君主制といった旧体制の欧州諸国にとって脅威でした。そのためこれらの国々は同盟し、フランス革命への干渉を図っていました。こうしてナポレオン率いるフランス軍はこうした国と戦うことになります。当初は勝ち進み領土を拡大しますが、ロシア侵攻に失敗、ナポレオンは1814年に退位させられます。ナポレオンは小領主に格下げになり、エルバ島に追放されます。ナポレオンの失脚の後、
フランスではルイ18世がフランス王に即位しました。この年戦勝国はウィーンに集まり、戦後処理のためにウィーン会議を開きます。敗戦国であるフランスも招待され、そこでフランス側の代表として外交手腕を発揮したのがタレーラン。そして彼の美食外交を支え、ヨーロッパの王侯貴族にその名を知られることになるカーレムでした。1815年、民衆の不満の多かったルイ18世に代わり、エルバ島を脱出したナポレオンが復権しますが、ワーテルローの戦いに敗れ、セントヘレナ島に幽閉されました。この年カーレムはパリの王家のパティシェと趣のあるパティシェの2冊を出版しています。ナポレオンは1821年パリに戻ることもできず、セントヘレナ島で亡くなりました。ところでカーレムを雇ったタレーランとはどんな人かというと、ヨーロッパ近代史の中で敗戦国として不利な状況のウィーン会議にブルボン家の代表として出席し、フランスに有利な条件を勝ち取ったとして有名ですが、この人ルイ16世時代にはアンシャン・レジュームの第一身分、王丹司教、国民議会議長、総裁政府の外相、統領政府、ナポレオン帝政期の外相、ルイ18世の外相でした。1814年ナポレオンが敗れ、ロシア皇帝アレクサンドル1世がパリに入城した時に、アレクサンドル1世を歓待したのはなんとタレーランでした。そしてこの時アレクサンドル1世の要請でカーレムが滞在中の料理を準備しました。裏切りの天才とも呼ばれたタレーランですが、この激動の時代を1838年まで生き、84歳でこの世を去りました。タレーランは美食家で共演の達人でした。カーレムに季節の食材を使い、1年間同じ料理を出してはならないと指示し、カーレムに大きな影響を与えた人物でもあったのです。ウィーン会議をきっかけにカーレムはヨーロッパの王侯貴族からリクルートされます。最も熱心だったのがロシア皇帝のアレクサンドル1世でしたが、それは断り、1816年英国のジョージ4世の料理長としてイギリスに渡ります。報酬はもちろん、厨房もカーレムのために作り直すなど破格の条件で迎えられましたが、パリへの郷愁が強く、8ヶ月後には帰国しました。この後1818年ドイツのアーヘンの会議でアレクサンドル1世の依頼で料理をしたり、サンクトペテルブルクに迎えられましたが、到着したサンクトペテルブルクの厨房では不正があったため、カーレムは仕事を断り、スケッチブックを持ってサンクトペテルブルクの街で過ごしたそうです。その後ウィーンで仕事をし、1821年の暮れパリに戻りました。この年カーレムはサンクトペテルブルクの美化のための建築計画なんて建築の本まで出版しました。翌1822年にはフランスのメートル・ドテルを出版しました。ちなみに1825年プリア・サバランが美味来産美食の生理学を出版しています。パリに戻ったカーレムは1826年から1830年の5年間、ジェームズ・コチルドの館で料理長を務めます。日本では大富豪ロスチャイルドとして知られています。またボルドーの五大シャトーワインの一つラフィット・コチルドはジェームズ家のものですが、ムートン・コチルドは親類が所有しています。日本ではロート・シルドと英語読みしていますが、フランス語ではコチルドと読みます。この当時のジェームズ・コチルドは金融業界では知られていても、フランスの上流階級にはそれほど知られていませんでした。どちらかといえば成り上がり者と見られていました。コチルドは破格の年俸8000フランと十分な有給休暇を条件に、ヨーロッパで最高の料理と共演をカーレムに依頼します。出筆の時間が何よりも大切だったカーレムは喜び、この仕事を引き受けました。またコチルド夫妻が芸術に造詣があり美食家だったことも影響していました。カーレムの料理はコチルド家の共演に招かれた人々を満足させ、
オチルド家はその名声を高めていきます。そしてルイ・フィリップの時代には王の財産管理を任され、莫大な資産を形成しました。オチルド家で料理長をしている間のカーレムは1826年パリの美化のための建築計画、そして1828年にはナポレオンのロシア遠征で亡くなった偉大な料理人ラギピエールに捧げたパリの料理人およびフランス料理の芸術を出版しました。1833年、19世紀フランス料理の芸術という本を出版し、カーレムは51歳でこの世を去りました。この本は1巻から3巻まではカーレムが書きましたが、残りの2巻は弟子のプリュメリーが仕上げました。カーレムはフランス料理界にたくさんの遺産を残しました。ピエスモンテ、エクレア、ボルオーヴァン、料理の美しい盛り付け方、4つのソースの分類、そして後世に向けた料理芸術と調理方法の書籍など。しかしカーレムが夢の一つを果たせずにこの世を去りました。それが調理学校の創設でした。さてカーレムのお話はここまでにしましょう。今回もご視聴いただきありがとうございました。次回またお会いいたしましょう。